の時期です。今回ですね、ドラゴンゲートの2020年急上昇する選手は一体誰だということで、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、急上昇するっていうのは一体どういうことかというとですね、まあ、主に若手選手とかですかね、が一気にタイトルに絡んだりとか、トップ戦線にこう絡んでいく、それがものすごいスピードでこう出世していく選手のことですね。まあ、主に若手選手なのかなと思います。その人物は、ドラゴンダイヤなのかなと思いますね。まあ、2年前の11月に、ドラゴンダイヤはデビューを果たしたわけなんですが、まあ、ほぼほぼ1年間は、まあ、キッドの弟子としてね、デビューしたんですけど、あまりまあ、パッとしなかった。ですが、去年の年末からですね、もう一気にぐんぐんいろんな選手を倒しています。影虎、そしてカズマ坂本進むと、次々と撃破して、まさにもう、年末で一気に上がったんですけど、さらに、今年も一気に上がってくるんちゃうかなと思いますね。なのでね、まあ、タイトルにはもちろん絡んでくると思います。トライアングルゲートとか、ブレイブゲートだったりとか。まあ、実際ね、ツインゲートの方にも出場することが決定しておりますので、期待の選手なのかなと思いますね。ね、個人的にはね、まあ今年中とは言いませんけどね、キッド対ダイヤの指定のブレイブゲート対決っていうのも、ぜひ見たいなと思いますね。はい。ということで、まあ今回はこれに取れます。チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらのドラゴンダイヤに関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで今回はこれに取れます。